プッシェンドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区のフィルト郡に属す、町村である。この町は、ランガウ東部の鉄道フィルトビュルツブルグ線沿いに、一致している。この町は、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、ヘルツオーゲンアウラハ、トゥーヒエンバッハ、ファイツブロン、ランゲンツェン、エムスキルヒエン。行政上の自治体プッシェンドルフは、 主流のみで構成されている。この集落は、1348年に、バンベルク市教区の長勢簿に、プッシュナドーフという表記で、初めて記録されている。この地名の規定語はおそらく加盟ブッシュに由来する。この名前は、ここをドイツ語のビアスシー、プスックを語源とする可能性がある。古い交易路のニュルンベルク・フランクフルト街道が、フィルトブルク・ファルンバッハ・ファイツブロン・エムス・キルヒエンから、 プッシェンドルフを経由しており、この村の発展に大きな影響を及ぼした。旅館、ローター屋前は、かつて馬の交換所であり、魚車の宿屋であった。村の教会、セーボルフガング教会は、プッシェンドルフ城の跡地にある。18世紀末頃、プッシェンドルフには18個があった。重罪裁判所は、ブランデンブルクバイロイト編教迫の、 フライシュフォクタイアムとエムスキルヒエンハーゲンビューハッハが管轄した。村の行政は帝国都市ニュルンベルクのランデスワルモーゼンアムトが収めた。記者局はすべての辞書の所有者であった。市長村例に伴い、1811年にプッシェンドルフはシュトイアーディストリクトハーゲンビューハッハに組み込まれた。同じ年にルーラルゲマインでトゥーヒエンバッハが創設され、え、 フェン村及びツバイフェルスハイム村に属した。第二市町村でにより、このルーラルゲマインでは分割された。プッシュンドルーフは、1836年4月1日に、ヘルツオーゲンアウラハ地方裁判所管区に編入され、1847年10月1日に、レントアムとヘルツオーゲンアウラハフィルドと改名されたにも、組み込まれた。1862年から、 プッシェンドルフは、ヘイヒシュタット・アンデア・イシュカンクに移管された。司法権は1879年まで、ヘルツオンゲン・アウラハ地方裁判所が、1880年から1931年まで、ヘルツオンゲン・アウラ白裁判所が保持した。1931年10月1日に、別クスアムト・フィルトとフィルトク裁判所に属すこととなった。 プッシェンドルフの聖ボルフガング協会プッシェンドルフにはディアコニーゲマインシャフとプッシェンドルフがある。これは協会の女性役員やその他の婦人家族スキリスト教系生活共同体である。ディアコニーゲマインシャフとは母の家、ゲストハウス、会議場、老人ホームを有している。プッシェンドルフは1978年にファイツブロン行政共同体に加盟したが オーバーミヒエルバッハプッシェンドルフトゥーヒエインバッハ行政共同体を設立するためにオーバーミヒエルバッハ及びトゥーヒエインバッハと共に脱退した。しかしプッシェンドルフはこの行政共同体からも1998年に脱退した。プッシェンドルフの町議会は14人の議員と町長,長からなる。ボルフガングキストナーは 2002年3月3日に68.0%の支持票を獲得して町長に選出された。彼は2008年、2014年にも再選されている。プッシェンドルフのキルヒバイフは毎年バイエルン州の夏休み期間の最終週に開催される。プッシェンドルフには託児所を併設した福音主義教会の幼稚園がある。かつて存在した基礎家庭学校は 1975年に廃止された。これ以後児童は、ファイツブロンに通学しており、そこでは、プッシェンドルフ学級が設けられている。軍道会 U7、NEA8 は、北西側はピルカ派に、南東側はファイツブロンに通じている。市町村連絡道は、トゥーヒエンバッハで、会 U8 に、キルヒフェムバッハで、会 U11 に接続している。また、 ツバイフェルスハイムへの連絡道もある。能動がレッツェルフェムバッハに通じている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。